テルさん、テルさん、テルさん、びっくりしたー、もう何びっくー、うわ事故ったかと思った大丈夫、俺心臓飛び出しちゃえカメラ回してる、何テルさん、何さ、動画撮りましょうお前帰るっつったやん、さっきあれ、もうあれ、エンコード終わったら帰るっつったじゃん。テルさん、何帰るわけないじゃないですかいや、なんでだよ、帰る働きたがりすぎだなテルさん、何動画撮りましょう、もう下に準備してあるんでいや、あのさ、はい、というわけでね、今日は何ですか。今回の企画はですね、はい、プロゲーマーにレトロゲームやらせる。いや、ずっと見えてるけどね隠してなしでボン、これですみたいな、ずっとだから俺こうだもんプロならこれを見ないそこでもそこでも俺が間違ってた、俺が間違ってた、やり直すで、何レトロゲームをやらせる。そうです、はい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 。テルさん、レトロゲーム好きじゃないですか。まあ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 、好きだね。なんで、もうテルさんにレトロゲームやってもらいたくて、これなんか、あ、めっちゃ可愛いの、かっこいいのあんじゃんね、これね、パックマンとギャラが、これちっちゃくて可愛い、これこれをやる、はい、だけ、はい、ネタ切れた、いやしょうもない、こんなおもちゃ買ってきて、俺らヒカキンじゃないぞ俺らヒカキンじゃないから、そんなん見てくれないぞ。ヒカキンさんなすいませんでした、ヒカキンさんじゃな、僕たちはヒカキンさんではないからこんなんでおっちょこちょいってやっても誰も見てくれないドッキリかけてお金使って、これで、ね、いくらさ、これこれまあ2、3000円です。安い、誰も見てくれない2、3000円でレトロゲームやらせてみた、誰も見てくれない、嫌だよこんなの、再生数が伸びない、嫌だよ、やだプロゲーマーゲームで再生数伸びなかったらどうすんねん伸びてないやろ実際 FPS 以外はい、じゃあやりましょう、早速、はい、早速やりましょう、やりましょう。これまあちょっと小さいんで、はいはいはい、ちゃんとカメラも用意して、あ、撮れるように、はい、撮れる、なるほどね、あげますよ。おいごめん、でも俺の金やろこれ。違え、違うの、違え、なんだろうな、いや俺の金なんだよいい加減にしろね、単4が必要ですよ、池さん、単4が必要ですよ、単4電池なんでやねん、なんでお前急に単4電池が聞き取れなくなるんだ単4電池、ここにあるんですよ。え、用意しちゃったの。はい、いや違うよ、それずっとそこにあったやつやいつからかそこにあったやつや単4電池、そんなケチなんでも君あるやん、6000円分ぐらい買ってきたやん前買ってきたね、うん、買ってきたやん、単3電池買ってきてたくさん電池買ってきた時あったやんよかったらその動画見てねサムネこの辺に表示されてる今ドライバーも必要、ドライバーも必要、うん、ドライバーと電池用意して、ちょっと待ってて、はい、というわけで電池入れ終わりました、はい、はい、入れ終わりました。単4電池は何本だっけ、3本ずつ。じゃあ早速電源つけたいと思います。あ、てるさん、はい、これまあ電源つけた時に操作を何もしないと、はい、デモモードって言って、あのゲーセンに置いてある、あの勝手にバーって光ってるあれあるじゃないですか。あ、いいねあれがなるんですよ。ちょっと見てみるよ、じゃあ、はい、じゃあ見てみる、見てみましょうはい、電源オン、うんうんうん、まあこんな感じか。そうですね、多分こっちだったら BGM 鳴り続けるんじゃない。あ、なのかな。ちょっと待って、こっちで行くね、ギャラが。てかギャラが今の子知ってんのか。知らんべ、知らないかな。インベーダーのパクリみたいなもんです。あ、なるほどね、始まったでももうです。あ、ちょっとこっちもなっちゃったわ忙しい並んでたらまあこんな感じですよ、ね、あ、いいね、でもこうやって並べて置いとくのうるせえけど、ほっといたら電源切れるんですか。あ、切れたわ。あ、そうです、ほっといてたら電源切れます。うわ、これいいな、これすげえ。ちょっと上もちょっと光ってんす、ちゃんと。え、あ、ほんまや、ここ光ってるどうくらいですか。すげえな、これ2、3000円だっけ。そうです。すげえ、楽しい、もう楽しいえ、どっちからやろう。ちょ、パックマンやるか。じゃあパックマンやりますか。パックマンやりますか。キーホルダー邪魔くさいな誰もこんなキーホルダーとして使わんやろ。キーホルダータイプだと、うん、好きな場所持ってくるじゃないですか。あ、まあなるほどね飛行機の中とかでやる、これ。じゃあててれてっつって、うわっ、すんげえちっちゃい、みんずれ水、俺カメラ越しだからさ、はい、より水れんだわはいうわー、やりづれー。パックマンなんてさ、はい、あの、やったの、あ、無理だった、絶対絶命だったわ
はめられた、はい、みたいな感じです。はい、終わり終わり、ギャル言うて80年代は90年代なんで、はいはい、僕90年生まれなんで90年でやっとオギャラだったんで、はい、これ言うたらなんかインベーダーみたいなもんっす、はい、インベーダーのなんかパクリ何だなんかインベーダーみたいなやつで、なんかインベーダーより楽しい、はいはい、こういうやつ。あ、うわ、これタイニーアーケードっていうゲームなんですけど、はいはいはい、一応僕2つパックマンとギャラがあったんですけど、はいはい、まあ、その他にもいっぱいありまして、まあ、スペースインベーダーとか、まあ、それこそ、あー、うん、パクリ元の方ねパクられの方ね。あと、まあ、ポールポジション、はい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 、フロッカー、テトリス。あ、フロッカーあるんだ。あ、テトリスやりてえな俺。結構いろいろ種類あるんですよね。はいはいはい、はい、ギャラクシアンとか。ギャラクシアン、あ、懐かしいね。まあその中で僕がチョイスしたのはこれです。バックマンとギャラが。そうです。渋いねどちらかといったらだってすぐ飽きる2つだもんね辛口いやレトロだからさ。いやてかね、これちっちゃくてやりづらい池さんこれ見づれえし。そこはやっぱプロゲーマーな。ええー、プロだけどさ無理よこれ。この体勢まずだって俺首と腰痛いからね、もうなんかミニチュアってなんかいいよね。いや、いいですよね、なんか。そうそうそう。あー、これむずいむずい。はい、死んでしまった。もうだいぶ遊んだよ。ちっちゃくてやりづれし。そんな？いや、やりづらいやりづらい。ここ光ってるのでもいいよね、ここね。いいですよね、ちゃんとね。はい、終わりですか？もっとやってくださいよ。いやいや、もう疲れた。疲れた。ちっちゃいんだもん、やりづらいもん。いや、まあまあ。こんなのずっとやってらんないよ、俺。まあ、テレさん。うん？まあ、俺、テレさんが、そう言うと思ってたんですよ。はい。ちょっと待ってください。あ、はい。ちょっと待ってください。ポキって手見なさいよ。怪我です。ちょっと待ってください。ポキって。準備運動しといて。こちらです。ダーン待って。イエーイ。うるさい。拍手うるさい。うわ、ちょっと大きい。嘘。同じやつこれ。これね、パックマンとギャラが。そうです。これはタイニーアーケードなの？これは違います。これ何なの？これはマイアーケードです。マイアーケードって場所です。タイニーアーケード。これマイアーケード。こんなに用意しちゃったんだ。そうなんですよ。超面白いじゃん。今日面白いじゃん。面白いな。プチドッキリだね。プチドッキリです。これだともうやりやすいです。ちっちゃくないです。ちっちゃいですけど、うん、まあ、ちっちゃくないですから。あ、なるほど。いくらしたの？まあ、これ4、5000円です。なんかさ、しました。もうちょっとさ、いや、ちょっと4、5000円しちゃいましたみたいな感じしてくれや。4、5000円です。勘弁してくれ。俺の金なんだから。4、5000円です。いや、これ確か、これが、うん、例えば、まあ、20万くらいしたら、うん、実は20万しました。いや、お前そんな言い方しないですよ。あ、しないですか。20万円です。え、でもテルさん欲しかったじゃないですか俺そんなタイプだったよ。そんなタイプだよ。そんなんだよ。なんかトリセツみたいなの。トリセツなんていらん。いるでしょ。いらん。いるでしょ。これも電池かい？電池なんです。あ、ちゃんとあ、ここ押せる。え、何のために？あれあれ、コイン入れるところが押せる。ここが、うん、その電源ボタンになってるんですよ。なるほどね。ここにコイン入れるんですよ、これ、こうやってチャリンっつって、こうやってやるんですよ。こうやって、見ないですよ、入れると入れると、もう分かってる場所あの、卓上タイプのやつとかもこうやって見ないで、こうやってチャリンって言うんですよ。卓上タイプです。こんな目してるんですよ、やってるやつら。チャリンバイバイ、やりましょう。おばちゃん、冷凍アイスコーヒーね。喫茶店。楽しい今回は。多分見てるやつ全然わかんない。分かんない。え、これ単4、単3が4つ？単3っすね。マイクロ USB ついてる、これ何？テさん、はい、それはモバイルバッテリーでもできるんですよ、これ。電源取って、電池じゃなくて。すげえじゃん。エコじゃん。テさん。うん？すごいです。いやいや、すごいの、この会社だから。びっくりしたわ。そんなところで手柄主張されても無理がすぎる。え、電池でやるの今回は？今回は電池でやりましょう。あ、わかりました。よいしょ。はい、じゃあ液晶のシール、剥がしの電池ください。おい、炭酸。ういうい、蓋閉めて。はい、じゃあ、ギャラガの方も、電池入れたんでスイッチオンします。あ、こっち、ここ光んないよ。こっちの方が高いんでしょ？ 4、5000円するんでしょ？そうです。あれ、こっちの方がなんかクオリティ高くない？しかもさ、ここもさ、これ十字キーやねん。よう見たら十字キーをこう押し込むみたいなさ、はい、スティックじゃなくて。この辺もなんか完成度ちょっと低いよね、これ。まあ。しかも音は、これ電モモードで音なんないんだ、これ。電モモード音なんないですね。スタートか。スタートです。スタート。
どっから見てんだ。すんげえサラウンド。あの辺から聞こえてこれ今。今こっからは聞こえなかったよ。こっから聞こえなかったよ。今あっちから聞こえたよね。嘘。すんげえ遠くから音聞こえる。あれしかもなんか音違くないこれ。こんなんすよ。こんなんか。お、まあでも、いや、見えてるからね。さっきまで俺本当に見えてなかった。あ、壊した。あ、これ確か一旦捕獲された方がいいんだよね。これ確か捕獲されると、捕獲されたキーがこのままあるんだよ。はいはい、で、こうままやるじゃん。そうです。で、そうすると、ニッキーになるんですよ、確か。あれを破壊して。そう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 。あのね、あ、こっちマジで操作悪い、操作性。この十字の。悪いですか？うん、若干。たまに反応しない時がある。おそうそうこ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 れ今の子は今のキッズ知らないんじゃないこれこういうことするほらほらでこれに一気になるんですよこんなんワンチャンあれだよ俺と同世代でも知らんよこのマイアーケードという会社もやっぱまあ結構いろいろ出してますよはいはいはい、はい、タイミーより あのラインナップは多いのそうですねまあ空手道とかドラゴン忍者とかヘビーバレーねえねえこれ適当に消そうと思ってスタートしたらなんかポーズできるこれポーズできるポーズできるこれあれだアーケード移植されてない移植じゃないこれ移植あそうそうまあポーズできないから、うん、やっぱだ音違うんだよこれ違うの音違う若干違うのこれこれだからあれだよ多分家庭版をその入れてるかもしくは独自で作ってるへー音違うマジで俺が準備したのに俺が準備したのにその辺プロなんで僕その辺のあのオタクっぽいところがプロなんでまあこのタイプの卓上版とかも置いてるんですよねほうほうあの本当の卓上のやつはいあのなんかガラステーブルみたいになってここでこうやってやってるやつこうやっておばちゃん冷凍同じネタなのよ。あと、うん、あのポケットプレイヤー型とかもあってポケットプレイヤーアドバンスみたいなこんなこうはい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 こうするタイプのはいはいはいこれがまあちょっとこうなってるそれはでも風情がないよねそうっすうんまあこのタイプなるほどねこのタイプがやっぱいいよねまあでもどうせならちゃんとあのこっちみたいにあのすごい再現度高くしてほしいこれなんかあの本当に大きいくせに、うん、しかも値段も高いんでしょ、うんはい、のくせにだってこうどうせ中身空っぽだしこれ辛口だ中身だってこれスッカスカやできっとそんなスッカスカのとこに LED1 個も入れんかったっていうここシールにシールで甘んじたんだよこれLED 入れてええやんだってこっちでもそら光るいやそうでこっちは光ってたもんねだこっち推しだわ俺タイミングアーケード推しです僕はちっちゃいけどちっちゃいけど USB で給電できるのはいいけどねはいあれもうやんないですかイクさんレトロゲーってすぐ飽きんねん飽きたの今の飽きる飽きる飽きるびっくりしたこれ止めるねもう今ので飽きたもん飽きる飽きるびっくりしたいや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 俺逆に俺がびっくりしてるやり尽くしてんねんこんなん同じタイトルだしどうせ買うなら別の買ってほしかったこんなん比較とか別にいいのこんなちっちゃいのと大きいのちょっとどうせなこれつけて見えるようにしようか見えんわ絶対こんなんちっちゃくて絶対に見えねえわあこれこうやって並んでたら可愛いだろうなこれはいこうやってね、はい、ねどうせあの僕らの喋ってるテロップで隠れるんですけど何何パッツテロップで隠れるんですけどねそう一瞬だけ今だけあのテロップここに縦書きにしてくださいここでわらわらわらつってうるせえなこれうるせえな切るね切るねもうここにさ白文字に切るそうそうここのボタンなんですかこれこれそれテルさ んヘッドフォンええヘッドフォンジャックですすげえ 3.5 ミリプラグの端子あるってことでしょこれそうです説明し忘れてたでここでヘッドホンのボリューム変えれる調整できますああちょっとそういうのを説明してくんないと俺も辛口になっちゃうわそれははい、うん、ちゃんとそういうのちゃんと全部説明してくんないと俺もちょっと間違った評価を出してしまうからでも僕はこっちも好きですねまあこっちもだってヘッドホンつけれて、うん、モバイルバッテリープラグついてて、うん、サラウンドなんですよサラウンド嘘いやもう特化音鳴ったじゃないですかあさっきのいやスピーカーの位置が違うだけだけどサラウンドじゃなかったよ別にモノラルだよあんなステレオですらねえだろ嘘つくな本当にサラウンドかと思ったいやでも本当にサラウンドみたいに聞こえたこっからは聞こえないの音鳴ってるけどこっからは聞こえないでなんかあっちから聞こえるの嘘ってみたいなこれ本当これそれだけ体験してほしいこれつけたらえどこみたいになるから音これはね目の前から鳴ってるんだよこっちちっちゃいのはこっから鳴ってるんだけどこっちはね何なんだろうねちょ音鳴らすねほら遠い遠いとこになってるとかなんで向こうは多分すげえ音鳴ってると思うでもスピーカーが裏だからえでもこれも別にスピーカー裏でしょスピーカー裏じゃないあ下にあるからこう来るああなるほど
した。こうしよ、あ、目の前から来たわ。なるほどな。いや、スピーカー下につけてよ、じゃあ。ちょっと下か手前か、ちょっとタイニーアーケードを見習った方がいい。これ LED ついてないところとかも含めて。はい、切った。切っちゃった。まだあるの今日これ。いや、もうないっす。あ、よかったよかった。これ全種類買ってみたとかそういうのかなと思って俺ドキドキしてて。あー、全種類。いや、いらない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 。なるほど。いらない。なるほど、それだったら。いや、これね、レトロだから、家にこうやって置いとく分にはいいよ、こうやってね。なんだけど、もう、物買いすぎ。物置く場所ない。え、でもこれは嬉しいわ。俺、普通に部屋に飾る。普通に部屋に飾る。あ、そうですか。うん。これ、かわいい、これ。気に入ってくれてるでありがたいっす。ありがとうございます。はい、終わりも分。終わりっす。しょうもない企画だね。一番面白かったとこここで言うんだって。チャリンっつって、おばちゃん、レコードパーっつって、すんげえ短い、しけもくんなんじゃねえのそれってくらい短くっつって、もう爪楊枝さしちゃってる。フィルターに爪楊枝さしてこうやってするの、指あやるしないのこうやって今見ねえな、爪楊枝ですっつってチャリンっつって、こうやって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 、下に手やってこうやってで、すんげえなんか目見開いてる。多分あれなんかやってるよね。いや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 、若干瞳孔開いてたような気がするもん。終わりです。はい、そういう古き良き時代もあったっていうね。ああ、そういう喫茶店とかちっちゃいなんか駄菓子屋とかにあったんですよ、こういうの。ゲーセンのなんか隅っこ、あ、温泉、銭湯とかにもあったんですよ。ああ、ありましたね。銭湯とか温泉とか行くとなんかそのゲーセンコーナーとかがあって、亀とかが無残にもてあそばれてたんですよ。亀とかザリガニとかが、ザリガニキャッチャーとか亀キャッチャー知りませんよね、皆さん。今もないか。もう今はもう動物虐待とか。カニキャッチャーとかがあって、カニとか亀とかが泳いでるやつをウィーンズウィーウィーンブドン。あったんすよ。今じゃ考えられないんだけど、もっと動物虐待レベルのそういうクレーンゲームがあったんすよ。だ、ね、はい、懐かしいね。そういう時代もあったんだよ、日本は。平成初期。ありますね。はい、はい、というわけで、はい、終わりっすか、本当に。終わり、ほぼトーク。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価とツイッターフォローよろしくお願いします。あとベルマークをオンにしてください、この後オフトークもやるんでね。オフトークは月額190円から見ます。それじゃあバイバーイ。バイバイ。おい、オフトークやりましょうか。しましょうか。あんなゆるい企画で終わるわけないじゃないですか。